皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作局チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、いわき市アンモナイトセンターにおけます化石の体験発掘の再開と、ゴールデンウィークの体験発掘についてのお話をちょっとしたいと思います。はい、いわき市アンモナイトセンターではですね、体験発掘が4月の23日から再開されまして、今年はゴールデンウィークも、3年ぶりに体験発掘が開催されるということで、まあ、そのゴールデンウィークのですね、体験発掘についてちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まずはですねこちら、4月23日土曜日の、体験発掘再開の日のアンモナイトセンターなんですけど、ちょっとですね本当はこっちにある露頭も撮りたかったんですけど、ちょっとそっちの露頭の方の写真を撮り忘れまして、ちょっとこうセンターのタッグしかの写真撮ってなかったんですけども、4月24日の露頭ですね、これは1日掘り終わった後の、画像なんで、まあ、この辺ちょっとこう細かいものがバラバラバラって変わりますけれども、ちょっと時を遡って、はい、こちらの3月27日ですね、の時に自分ちょっとアンモナイトセンター行ったんで、その時に撮った写真なんですけど、まあ、この露頭からかなりのこう岩がですね、こうバラバラバラっと落ちてまして、まあ、3月の16日にですね、ちょっと大きな地震があったんですけれども、まあ、その時に地震の影響で崩落したんではなくて、その後にちょっと雪が降りまして、多分その雪が溶けた時の水がこう、岩のこう隙間に浸透して、まあ、その影響でちょっとね、こう岩がガラッとこう崩れたそうなんですけれども、で、まあ、こう崩れた岩をこう、ね、初日こう体験発掘参加された方々で、まあ、自分も含めて、こういうふうに、ね、細かく壊していったんですけれども、で、まあ、その時にですね、まあ、結構いいものが出てきたんですけれども、まあ、その成果はですねちょっと動画の後半でちょっとお見せするとして、まあ、本題はですね、ゴールデンウィークの体験発掘についてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、というわけでゴールデンウィーク中の体験発掘開催日ということで、4月5月このゴールデンウィーク期間中、このちょっと黄色で示したところが体験発掘が開催される日なんですけれども、まあ、基本的にはカレンダー通りであるというところですね。はい、29日30日と1日3日4日5日7日8日とですね。はい、まあ、ゴールデンウィーク中、普段は体験発掘1日2回、午前と午後なんですけれども、ゴールデンウィーク中はちょっとね、人手が予想されることから、1日体験発掘が3回に拡大されます。はい、1回目10時から11時30分、2回目12時20分から13時50分、3回目14時40分から16時10分と、で、まあ、各それぞれ、90分間あるわけなんですけれども、この初めて参加される方にはですね、発掘前に30分間のオリエンテーションがあります。はい、内容はですね、まあ、体験発掘に関する注意ですとか、まあ、体験発掘で見つかる化石がどんなものがあるかというようなこう説明を受けていただくことが必要なんですけれども、まあ、その30分を含めた時間になってまして、正味体験発掘はその30分を除いた1時間ということになります。で、当面はですね、1回の体験発掘の上限人数、一応100人になっております。はい、まあ、というわけでですね、ゴールデンウィーク中、まあ、全て参加しますと8日間かける3回で、24回、まあ、それがそれぞれ1時間ですから、まあ、全部参加すると、24時間、発掘をするということになるわけですけど、まあ、自分はですね、まあ、ちょっと全部はまあ行こうと思うと、まあ、ちょっとね、やってもいいんですけど、まあ、ちょっと、距離があるんですから、まあ、ちょっとガソリンをね、こうもりもり消費しちゃうので、まあ、ちょっとかいつまんで何日か行くようにしたいかなと思ってます。はいはい、というわけで、ですね、4月23日と24日に取れた化石の成果をちょっと発表してみたいと思います。まずはですねこちらです。はい、まあ間違いなくこれアンモナイトの化石なんですけど、ちょっと画面上これちっちゃいと思うのでこちらにちょっと拡大したいと思います。はい、バンとこちらに大きく出しましたけれども、はい、こちらを間違いなくねこう巻いてるアンモナイトの化石で、
非常にこう立派な評価が出てますけれども、まあこれ掘ってる時にはまあアナゴドリセラスだと思って掘ってたんですけれど、まああの一回家に帰って、まあこの写真をですね、自分のちょっと SNS にこう投稿してみたらば、いやアナゴドリセラスではなくて、はい、こちらパキデスモセラスニホエンゼというようなアンモナイトではないかというご指摘をいただいたんですけれども、まああの確かに、まあ、普段見るアナゴドリセラスよりもなんかこのロフがこう非常にこう顕著にこう突起がこう突起と突起ってはいかないですけども尖っている感じの、ロフがはっきりこう出てて、でこのロフとロフの幅もまあちょっと広いかなというところで、まあ自分もねちょっと最初はあのこれアナゴなのかなっていう感じは受け入れてはいたんですけれど、でもこれ上から見た写真なんですけど、まあねこう綺麗にアンモナイトの特徴である保温性が見えてまして、でまあ先ほど言いましたこのロフがですねこう非常にこう薄いこう板状の、特に顕著なこうロフが見えてますから、まあね、パキデスモセラスミホエンゼっていう、こう名前は全く最初から出てこなかったですけど、本当にこれちょっと穴元違うんじゃないかっていうちょっとした疑問も最初はあったんですが、我ながら驚きの名前でしたね、はい、でただちょっとまだこれあのそういうお話があったというだけでちょっとまたまだあの確実にこれであるというね、確定はしないやつなんですけど、まあ、いずれちょっとねあの専門の方にちょっと見ていただいて、まあ、確定をしたいと思うんですけど、まあ、いずれ、分かると思います、はいはい、というわけで、まあ、体験アクセスができると分かったらばやっぱ心配なのはお天気なんですね。で4月29日から、ゴールデンウィークの期間中になりますけれども、まあ、ゴールデンウィークの前半ですね、4月29日から5月1日にかけてちょっと、雨の予報が出てまして、もしかするとちょっとね体験発掘の開催が微妙な感じなんですけれども、まあ路頭はあの屋外で、屋根もないので、まあ、どうしてもこの雨の影響を受けてしまうんですが、こればかりはですね、どうしても逆らいようがないので、これはまあ表に任すしかないんですけれども、まあ、雨になっちゃった場合ですね、その時にちょっとお勧めしたいものがありまして、はい、こちらです。ですね、こちらはですね、福島県立博物館で、まあ、アンモナイトセンターの体験発掘再開と同時に始まっております春の企画展なんですけれども、アンモナイト合戦という企画展になりまして、こちらの春の企画展ではですね、国内外のアンモナイトを中心とした化石が800点ほど展示されているようでございまして、まあ、あの実はそれに紛れて私の掘った化石も2点ほど展示していただいているようなんですけれども、まあ、できればですね、自分もそれをちょっと見に行ってみたいなと思うんですけれど、まあ、こちらはですね、4月の23日から6月の26日までやっておりますので、まあ、その期間中興味のある方行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、いわき市アンモナイトセンターのゴールデンウィークの体験発掘についてお話ししたんですけれども、まあ、アンモナイトセンターと、福島県立博物館のホームページのアドレスはこの下の概要欄に貼っておきますので、まあ、気になる方はちょっとチェックしてみてください。はい、というわけでゴールデンウィークは化石を掘ろうということでございまして、いわき市アンモナイトセンターにぜひ行ってみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生してからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。